はい、一郎です。今日はですね、小田急線の小田急相模原の駅に来ております。小田急相模原の駅のね、商店街をちょっと見て回りたいと思います。はい、というわけで、有名な商店街サウザンロードっていうところでね、はい、これね、距離がね1001キロあるということで、サウザンというそういう意味が込められています。日高屋とか結構あるみたいだな。あ、冷凍食品直売店、生餃子、スタミナニンニク生餃子、もつ煮も売ってます。特製チャーシューとラーメンももちろんあると。あ、結構売り切れてんね。1と7以外は売り切れてます。チャーシューと餃子は買えるみたい。あとはこの辺売り切れてます。24時間準備。あ、すごいですね。フリー Wi-Fi だって。ファストジム。へえ。この通りは駅前の方はまあコンビニもあるし、まあありましたね。まあサウザンロードっていうぐらいだから、やっぱ1キロすごい商店街がいいよね。この奥まで行ってみたい。飲食店がやっぱ多いよね。松屋とかこの焼肉屋さん。うん、でも分かりやすい道だね。こういうちょっと商店街っぽいよ。このちゃんとあの明かりもある。うん、してきた。そうね、こういうね、アジサイと、こういうそのさ、良い品をどんどん安くって。こういうところ流しそうめん2000円になってます。隣は無人の古着屋さん。あ、ここじゃなくてか。カエルファミリーって書いてあるね。無人だ。洋服、お賽銭。お賽銭もあります。あ、カメラついてるから泥棒できますね。ここに払うのかな。ハンガーの色で値段が違うみたいだ。赤が300円か。あ、こういういいっすね。ライダースが2500円だけど、女子用かな。基本的には、あ、メンズアウターもあるから女性だけではないっていう感じするね。ああ、おお、なんだこの急に横浜ベイスターズのウィンドブレーカーが売ってます。カッパが300円コーナーもある。300円コーナー急にこういうの売ってんだよな。急に古本とか売ってんだよな。はて、なんだレストランが100円。こういうのも売ってますね。靴とかも売ってるし、ラジカセも売ってます。 DVD、 時計も売ってる。はあ、アクセ
あの歩行者も結構いるし、自転車も結構います。今日はちょっと雨がパラついてますけど、どうですか、これ懐かしいですか。そう、なんかなんだろう、少し寂しい感じと似てる、なんだろう、すごい活気があるわけじゃないんだけど、広いよね、お店がいっぱいあるのすごいね。やっぱりね、サウザンっていう名称だけであって、やっぱり距離がやっぱすごいな。歩きであるよ、それ。いやー、やっぱこういうね、規模の商店街があるっていうのは素晴らしいことです。なかなかね、こじんまりしたところばっかりで。お菓子の、これ町岡じゃないからね。何これ、サウザンロード店お菓子商店です。町岡でしょこれ。町岡じゃない。町岡みたいなもんですよ、もう。いやいや、大丈夫です。はい。大黒屋とかもあるね。なんかな、揚げ物屋さんとかさ、お惣菜系なんだよな、さがね。パン屋、そう。お持ち帰り生餃子あるじゃん。これはすごい。急にこんなん出てきた。これ自分で焼かなきゃいけない。あ、違うな。あ、自分で焼くんだ。ここは無人じゃないみたいですね。友人で、はい。オリジン弁当もある。なんか新しいお店もあって面白いですね。ねえ。そうね。あれなんですか。コーヒーテイクアウト始めました。こういう急にね、マッサージの店だけど、人形、自転車。ね、小田さんだってさ、みんなのフリーマーケット。ねえ、リサイクルショップ多いですね。めっちゃ多いんだけど。あ、なんだこれ。のんびり。あ、かわいい。フライングチキコのお店。あ、やってない。揚げたこ焼き、450円。チキコって何これ。超かわいい。こんな店あったかな。新しいかも。いやー、こうやって見るとすごい。え？あ、小田ピザ。あ、休みだ。小田ピザ、小田ピザ見たかったな。ねえ、隣がサッチバーさんだ。は、本当だ。で、ちょっと右も見てもらうと、私たち思い出のさくら。おー、こちらでよくイチローさんと遊びました、若い時。居酒屋ですね。はいはい、たまにね、行きましたよね、桜。なるほど。で、クリーニング屋もなんかちょこちょこありますね。うん、やっぱ商店街だからこういうのあるね。あ、あの唐揚げ専門店なかった気がするな。うん、絶対うまそう。やっぱ美容院多いな。美容院と八百屋。唐揚げ本舗ありますね。ここは何だろう、コンフェクショナリー。これ何、ケーキ屋さんかな。いやー、すごいね。これ牛、豚、鳥。急に牛、豚、鳥。あ、あった。小田さが R 寄せ、これだ。駄菓子屋さんだって。へえ。あ、準備中になってるわ。準備中だね。
毎週水曜カラオケデーだって。あ、今日はやってない、キングコングとか。残念ながらやってませんね。中が立派だから。イベントをやってる。寄席か。今日寄席だ。あ、いいよね。こっちもなかなかの商店街ですね。お弁当屋さん、焼肉屋さんとか。まあ、ここはちょっと入り組んだ感じになってくるね。曲がる。でも一応本堂はこっちですから。接骨院、あ、コンビニも、うん、でね、やっぱ100円ショップがあるのが、あ、キャンディーありました、ね、いや、ローソンが、あ、そう、100円ローソンがあるんですよ。あれ、100円ローソン助かる、助かる、助かる、うん、美容院多いな。あとビッグエゴ、急に、うん、すごいね。ビッグ A で。やっぱ100円ローソンでしょ。なんかこんなのあったっけな。カラオケクラブ。フレンド。パリシューズ。やってないですね。もうやってません。やってません。うん。接骨院多いね。接骨院と美容院結構多くて、ね、やっぱ開業しやすいのかな。安いのかな。うん、奥に入れば入るほどね。あ、こういうこの司ランチとかね。ここ気になりますね。やっぱ飲食も結構ある。でもやっぱ土曜日とかシャッター閉まってるとこもあります。そうね、なんか地方に来たみたいな雰囲気だね。あ、待って、たい焼き屋さんがあるじゃん、あんなとこに。ちょっと寄ってこうかな。たい焼きいいっすか。たい焼き車めっちゃ来んのねこの通り車めっちゃ多いです。クリアンがね、230円でさっき買ったんですけど、なんか太くて美味しそう、うん、あ、なんかぷっくりして美味しそうね。尻尾から出てる、頭からじゃないの。うん、めちゃめちゃうまい。ちょっと貸してみ。すごいあんだこれ、プリ、うん、マロン、マロンっぽいね。これもう全部いただきます。プリ、うん、めっちゃプリじゃないこれ。私たい焼きのあんなしが好きなの。皮だけ食べて。栗の食感も残ってる。皮だけ。うん。めっちゃマロン。たい焼き食べて。また商店街に。あ、なんだこれ。マルチコーヒーって書いてあるよ。かわいい。あ、クローズドだ。気になってんな。やっぱブティック系の服も結構あるんだな。あ、ここで公民館が出てきました。まちづくりセンターが急にありますね。自治会に加入しましょうって。へえ、いいですね。公民館のここに、まあ真ん中あたりなのかな。いいですね。
省エネ商店会って書いてある。あ、辰海道淵野辺方面、座間方面、こういうのもある、ね、ウイグル料理もあるけど、隣これすごい気になるの見つけちゃいました。喫茶店、このレトロ感のあるディスプレイがいいです。サンドイッチ、ナポリタン、ハンバーグ、ステーキ、あーやばい、これちょっと食べたいんだけど俺。寿司なし、いや、ここナポリタン、ナポリタン、ミニレストラン、ティモ、コーヒーレストラン、あ、これあったでしょ、味の芸術だ、やりたいな、やってる暇ないな、コロッケも返せない、うん、そうね、うん、あー酒の小室、あ、全国観光土産品連盟推奨メーカー相模の、すげーな、芋ようかん、あんまこっからの記憶ないな、生態も多いなね、サウザンロード商店街の看板上り、参考ホーム小田佐賀って書いてあるんじゃん、あの何あれ、顔パネル、顔出すっつったって、相模原時間とか何、すごいねこれ、相模原時間持ってこうかな、こんなのあります、車の往来もすごいよね、バスも通ってるし、中華料理とか多国籍のインドのやつとか、ここは結構商店街っつっても車の通りもバスもあるのね、うん、なんだよこれ、めちゃめちゃ飛ばしてる、なんかライブハウスがここにあったような気がするんだけど、とりあえず向こうまで商店街の最後まで行ってみようか、ゴールはね、あの相模原病院、国立相模原病院になるみたいなんだけど、うん、やめてよ、うん、こういうところにも商店街の面影を感じますね、シャッターは閉まっていますけど、この看板というよりこの街灯がね、この商店街のらしさを出してるなと、うん、でもやっぱりここは交通の往来が結構あるな、横ちゃんスキンケアハウス、うん、名前が可愛い、あ、テナント募集中、なんか急に綺麗ところの、やっぱり病院の近くだから、やっぱね薬局ありますよね、あ、よく見たら本当薬局だらけだ、処方箋受付、なんか急に晴れてきた、はい、てなわけでここから多分
駅にバスが出てるっていうことなんだろうね。結構な距離あるから。相模原病院です。じゃあちょっと左に曲がろうかな。ハスナル商店街に来てます。ここにね、近くにちょっと惣菜屋さんがあって、お弁当屋さんとかもちょっとあるんで、すごい買いであります。コロッケ、ほのぼの弁当20円。ここだ、並べましょう。目立てコロッケ20円って書いてあります。安い。ちょっと揚げたてコロッケ20円食べてみようと思います。はい、というわけで20円コロッケでね、20円コロッケを6枚と、目玉焼きフライ150円1枚と、うん、あとメンチがね、ちょっと値段わかんないんだけど、ちょっと1枚買ってみたんで、20円のコロッケをね、わー、これです。すげー、いただきます。うん、サクッとしてる、揚げたてだから音がした。すごい熱々。揚げたて美味しいね。めちゃくちゃ美味しいです。こう見ると、まあお芋の普通のコロッケなんですけど、まあ結構食べ応えは僕的にありますね。うん、20円ですからね。うん、ね、これ20円値上げしてもいいよね。すごい、これこんな安いコロッケ食べたことない。美味しいっていうかね、うん、見たことない。うん、あの今までいろんな商店街見てるけど、20円はない。大概ね、まああの横にもう作りたてがあるんですよ。あ、そうそうそう、うん、あの揚げないでもう作ってあるの。それを袋に入れてすぐ提供なんですけど、ここの店はちゃんと注文から揚げる。甘くて美味しい。具がいっぱい入ってるわけじゃなくて、うん、純粋に芋のコロッケなんだけど、うん、なんといっても20円だ。そう、20円で揚げたて、うん、で今日はね、商店街サウザンロードをちょっと歩いてみて、まあ、ゴールはこのコロッケだったんですけども、印象としては最後に団地があったんですけども、やっぱり団地、病院もあって商店街があるっていう、なんかすごいいい場所だなっていう。駅からでもね、バスも出てるし、そんな歩けない距離でもないので、非常にいい商店街だなと思いました。また別の商店街にタイムスリップしたいと思います。本日の動画以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。